い、皆様おはこんばんちは。 DJ ユークタイム、ビデオブログのユークチューブのお時間が参りました。お相手のユークスターダストです。今回もどうぞよろしくお願いいたします。さて、先日ビーズライブジムプレジャー2018のファンクラブ選考申し込みの当落が発表となりましたね。自分もですね、友人とエントリーしたわけですが、今回はその結果発表と寄せられたメッセージへお答えしたいと思います。まずプレジャー2018ファンクラブ選考に申し込んだ千秋楽ね、以前の動画でもお話ししましたけれども、千秋楽はマイバースデーということで、味の素スタジアムのね SS 席に友人と2人で申し込んだわけなんですが、その結果落選いたしました。はい、今回は落選ということで、悲しいですけどもね、今またリベンジ中でございます。まだまだねチャンスはあるんで、絶対にチケットを確保できるように頑張りたいと思います。はい、では気を取り直してメッセージの紹介です。こちらはね、ドリさん、10代男性からのメッセージです。ユークさん、こんにちは。そして復活おめでとうございます。さて本題なんですが、さて本題なんですが、僕はどうしてもビーズについて気になることがあります。それはロジックという全英詞の楽曲です。ヒルンプレジャーを見てこの曲が気に入ったのですが、どうやらこの曲はライブで披露されたのみで、どの CD にも収録されていない曲らしいですね。一体何のための曲なのか、そしてなぜ CD 音源化しないのか、詳細不明でいろいろと謎が多いです。ネットで調べてもライブで披露されたが未 CD 化の曲という情報以外はあまり見つかりません。もしこの曲について知っていることがあれば教えていただきたいです。これからも YouTube 活動を頑張ってください。というメッセージをいただきました。ありがとうございました。ロジックね、懐かしいですね。当時もね、発売に関してかなり話題になった全編英語の曲ですね。確かにその DVD、ヒルンプレジャーのみにライブ映像がねフルバージョンで収録されている曲なんですけれども、ドリさんがおっしゃるように CD 化はしておりません。ライブでは2001年2月のビーズショーケース拳を握れ大阪公演での演奏と、翌年のビーズライブジム2002ロックンカリフォルニアロールにての演奏のみでしたね。でこのヒルンプレジャーに収録されているのは大阪公演の映像となっております。何のための曲なのかといえばですね、まず制作時期から追っていきたいと思います。この曲を含めて曲が作られ始めたのは1999年10月頃からですね。ビーズライブジム99プラザフットが終わってから間もなくです。レコーディングを開始しております。翌11月にはですねロサンゼルスへ渡米しておりまして、現地のプロデューサーたちと共同作業にてレコーディングが行われております。その時に作られた曲っていうのは全て英語詞で作ってるんですね。まあ11月から約1ヶ月半ですか、1ヶ月半ロサンゼルスの方でレコーディングを行いまして、その後2000年に入ってからですね日本に帰ってきまして、日本での制作が再開されます。実際にレコーディングを始めて約1年で20曲程度の楽曲が完成しております。でこの1年間の間にはシングルリリースも含めて12月には11枚目のアルバム11がリリースされております。ロジックはこの時期に作られた1曲です。でちなみになんですけども、この曲の他に真っ赤なシルクとかシグナル、ニューメッセージなんかもですね、実はこの時のデッドストックだったんですね。でこの他に、東京デビルの英語版デビルも、当初の英語詞でもっていうのが元になっております。要は、ロサンゼルスでねレコーディングしていた時の、デビルの英語バージョンが元になっているんですね。でまたこのねデビルも日韓翌年の日韓ワールドカップの話がなければリリースもなかったんじゃないかなと思われますね。でこのね11というのは、アルバムのコンセプトもないまんま、進められていった制作だったので、
収録する曲の構成もね、なかなか難しかったらしくてですね、でテーマもなかったためにですね、単に11枚目のアルバムということで、タイトルは11となりました。でこの11にロジックは収録されなかったということになります。でその後ね、CD 音源化しなかったのはですね、まあ、単に、次のアルバムグリーンだったりとか、ビッグマシーンとかですね、そのアルバムのコンセプトに合わなかったんじゃないかなと思いますし、その後のリリースのタイミングだったりとかですね、やっぱりそのシングルのね、カップリングに入れるとか、その後々のアルバム、ね、ビッグマシーンの次はまたサークルなんかもありますけれども、またね、コンセプトも変わってきますんで、まあ、後々のそのリリースに合わせたコンセプトに合わなかっただけなんじゃないかなと思いますね。実際にね、このロジックだけじゃなくて、まあ、今まで作られておきながら、日の目を見ない曲っていうのは多数存在していると思われます。で98年のねサバイブも、こちらもね本当にいいアルバムですけれども、サバイブで、その時のレコーディングでできた曲あなたなら構わない、これもね、2000年のミクスチャーでようやく初お披露目と、なっておりますし、今回のねダイナソーの前のアルバムエピックデイ、こちらもね本当に、ハードロックで好きなアルバムなんですけれども、このエピックデイ収録の君を気にしない日など、このもう名バラードですよ。これもね、実際には2011年のカモンの時にはもうレコーディングしていた曲だったんですね。まあ、ちなみになんですけども、この君を気にしない日だとですね、こちらに関してはエピックデイ収録の時に歌い直しをしております。でそのエピックデイに関してもサイド A サイド B ということで10曲の収録ね、5曲5曲で全10曲の収録になってるんですが、実際にはもっといっぱい曲を作っていて、その中から厳選された10曲の収録となっております。まあ、いずれね、ライブ映像という形でもね、このロジックに関しては7年越しにリリースしてくれたので、それはそれでまあ嬉しかったなと、思います。ここまでがですね、知っている範囲の、ロジック情報です。ドリさん、少しは参考になったでしょうか。本当ね、少しでもねお力になっていれば、嬉しいなと思います。ということで今回は寄せられたメッセージからの質問ですね、ロジックはなぜ CD 化されていないのか、何のために作られた曲だったのかっていうことに関しての、知っている範囲のロジック情報をお伝えいたしました。なかなか、難しい情報ですけれどもですね、以上今回はここまででございます。はい、それではまた次回の YouTube まで、お相手はユークスターダストでした。せーの、お疲れー。